まあまあ、さあ、どうもこんにちは。ウォータージャーナリストのゴミ安さがです。えー、今日もですね、スタート、カブワさん、ありがとうございます。マリオさん、押すと倒れちゃうよ。ああさあ、今ですね、何してるかって、こんな感じ。もうこれね、<laughs> わかります <laughs> 結構ね、きついんですよ、このす<あ> <laughs> で、マリオさんが押すと僕きつくなるし、僕押すとマリオさんきつくなるし、ありがとうございます。僕最近結構トレーニングをしてるし、意外と体感強くなってきた。あの姿勢も良くなってきたし、僕大脚なんですけど、大脚も治ってきたんですよ。あの初動負荷トレーニング、えー。あ、初動、あの、一応がよくやってるやつ。あ、そう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 ,そうあ。あれあれね、めちゃくちゃいいああ。あれやれるとこないんですよ、なかなか。そう。さすがすごいっすね。今僕はあれ新宿でやっております。すさあ、マリオさん、<っ>こんな腹筋を使いながらのオープニングではありますけど、本当<ー>今回も 川和さんありがとうございます,います本当いいから比較動画スタートすることができておりますそしては,はいマリオさんこれ大好きでしょ私の愛車じゃないわあなたの愛車の新型です、はい、BRZ だから後期モデルですよね、はい、でしかもその中で前期モデルにはなかったはい SJ ス,スポーツがありますうま,ましいです そして、<っ>その時にもちろん、STI Sports が、要は BRZ が進化したんであれば、巨大車だって進化しますよ<っ>ということで、GR86! <は>こちら、RZ!RZ! いや、今、マリオさんと二人で、あの、一瞬、いや、RZ は理解してたけど、ええ、これ、限定車だと思って僕ら乗ってたけど、今、内装見たら、あそこ黒くなってないし、これ、限定車じゃないから。ええ、普通のグレードですよ、ね。そう、普通のグレードですよ。はい、まあ、STI スポーツも、これ、普通のカタロググレードですからね。うん、限定車ではございません。まあ、あの、正確に言うと、両方カタログ車なんだけども、STI スポーツの方がちょっとずるいよね。 うん、だってさ、うん、こちらの GR86 で言うと限定車に値するような内装とかがもうこちらは限定車ではなくてカタログモデルとして STI スポーツとして売られているという、はい、しかしながら、うん、マリオさん最初に質問していいですかでしょうこれ、うん、STI スポーツすでにこれついてるんですけど ブレンボのブレーキ、はははいはい、はいえなんでオーダーストップになっちゃったのオプ、うんうん、ション、うん、えーえー、まあ、あのー、なんと言いますか、処置場というによりいや、僕もね、本当、はっきりよくわからないんですよ。あそうなのただ、でもね、今年オーダーする車は、もうつけられないです。なるほど、はい、去年の11月の終わりくらいまでオーダーした人は、はつけれたかな。はい、だからこれ、STI スポーツのブレンボブレーキが、これ、えー、オプション22万円なんですけども、これ、ついてるんですね、はい、この車両。そうです。 にもかかわらず今は選べないっていういアイサイトとね協調の制御で特別なブレンボということだったんですがはい残念ながらでございます、はい、まあそれに対して、まあ、今回 g r 8 6えじゃあ GR86 もさこれブレンボ今オーダーできなくなっちゃったのオプションいや私 GR に関しては 申し訳ございませんがすいません、せん今、テロップが、今、調べ上げることができたら、今、書いてあるかもしれないですけども、はい、こちらも、ブレンボー、はい、ブレーキついております。これもオプションでございます。で、このブレンボー、同じブレンボーのはずなんですけれども、GR86 だとこちら、20万ちょっと。あら、ちょっと安いんだ。えでしょ ?STI スポーツでやると22万。ええ あれゴールド色が高いのかな近くで見るとはいこのゴールド色そういうことにしましょう20万円だとこのソリッド系のなんかこの赤レッドははいいだから値段違うんですよゴールドはねねこれ15年ぶりぐらいの復活なんです実はなるほどでもしかしたらカラー代もあるかもしれないねそうかもしれませんさあじゃあマリオさんいつも通り行きましょうはい さあ、マリオさん、うん、デザイン。デザインね。どちらが好きですか好きな方にどうぞ、歩いてってください <laughs>、まあ。これはもうね、もう迷わないですね。もうこっちですよ。それはもうね。なぜかというとほう、まあ、まあ、形云々ぬよりも、これ、これです。空力テクスチャーです。<laughs> これがね、もうこれ性能が効いてるこのね、パーツが付いておるということでございますね。これも大きな。リアルセッのアドバンテージでございます、ね。これね。なるほど。ええ、これがある。でも、八六のさ。ええ これ、空力パーツではあるでしょ空力パーツですが、空力テクスチャーが面積が少ないんです。あ、なるほどね。このツルツルでしょ。このツルツル。この六角形のこれね。この六角形。だから、S4 からスバルが採用し出した、この空気をボディのところにまとわりつかせるというか、流れを良くするというのか、はい。はい。そのテクスチャーが、これ表面加工された。ちょっとしかない、こっちは。なるほど。リアル Z はなるほど。これ全部そうです。 えー、全部そうなんですって。はいはい、これ知らなかった。えええー、そうなんだ。でございます。でございます。うん、なるほどね。ほら、空力テックス、ええ。ピンと来ましたね。はい。はい、これが、まあ、ちょっと多いということで。うん、なるほどね。ええ、なんで、これが愛おしいものでございます。まあ、それでもって BRZ。でございます。これはわかるわかる。はいうん でも結構86のさ、この大きく口開いたグリルも走ってるの見るとかっこよかったよね。ええ、いやあのすれ違ってね、ドキッとしました、うん、今日マジで。今日、はい、おなんだあの車って一瞬思ったら、いや,いや僕らが借りてきた86だと思って。そう,そうそう。うん、本当にね。すげえかっこよかった。本当に純粋に思った。だからもしかしたら、その、 僕らも結構視聴者の方からも言われるんですけど、はい、走ってる姿見たいよってよく言われるの。かかだから走ってる時の認識される形状というかデザインと、こういう止まってる時って若干違うから、うん、かかで、こういうシンプルな、結構86シンプルでしょ、はい、こっちの方がもしかしたら、なん、なんて言うんだろう。この、なんか止まってると僕も BRZ 好きで、うん、なんかこの形状とかグリル形状とかね。 もう含めて、はい、あなんかかっこいいじゃんって空力すげえ効いてそうじゃんって思うんだけど走ってるとこんな細部のところはもうなんか景色として流れちゃうし、ね、そうすると大きな大きな造形の方がパッと目に入りうん、うん、そうなってくると86ほらパッと映った時のやっぱね、はい、なんか印象がすげえ力強いちょっと僕86なんかね<お>今回見直したんですようん、うん、すごいんですよ、うん、で はいホイールは完全一緒でございます。しかしながら色が違う。はい、え、マリオさん、色どっち好みですか色はね、これはだかボディカラーともよると思いますが、うん、このちょっとこの8色の方が、ちょっと渋いと言いますかね。そう、渋い、渋いね、艶消し黒っぽいブラックになっており、はいええ、ちょっと r z は、はい、テカテカします。はい、グロス系の、まあ、ダークグレーというのかな。はいはい の色になっております。タイヤは一緒です。はい。2154018のパイロットスポーツ4ですね。4です。はい。を履いております。マリオさんも一緒でしょえマリオさんもというか、私の車うん。私の車今、4S を履いております。4S。あれ履き替えたの履き替えました。おすげえ。幅もちょっと太くしました。おすげえ。すいません。なるほど。そのチューニングをおすすめ。キビキビ感、を追求してしまいました。v r s などに。なるほど。 え、それ、86っぽくなってきたってことやめて、やめて、言わないで、そこは言わないで。すいません、市場編見てください。マリオさんのもう苦悩が、もう今回はすごい出てますので。え、この、じゃあ、フェンダーのところは一緒一緒です。はい。で、こちらも一緒はい、一緒。ミラーも一緒一緒。まあ、だから、あとは、全部一緒です。 <laughs> 全部一緒。はい。フロントバンパー以外は。いやー、今回初めてのいいから比較、30分以内をこれ実現できて、褒められるんじゃないですか。えーすね、これさすがに全長どっちとかね、それも関係ないですから。うん、じゃあマリオさんいきますよ。はい。全長どっち <laughs> 一緒一緒一緒。4000、4265? 世界4265。お、すごいね。1775? 幅は ?1775? 世界幅。高さが1310。すげえ、マジ覚えてる。世界1310。あ、じゃあ、シャークフィンアンテナがない時の、はい、前行はあそうか、1290ぐらい。違う。まあ、取り外せはしてないけど、でも一応数字もですね、1280。シャークフィンアンテナがないと。だから1.3メーター切ってるんですよ。なるほど。 じゃあ、はい、ホイールベースはホイールベースね、25、25ね、25、25、25、75ぐらい。おー、正解。おー、おー最低地上高。最低地上高ね、100、100、100 125ぐらい。うあー、130。うー、正解。うんうん 125、確かね、前、86と BRZ って最低地上高違ったんですよ。ちょっと表記が違ってたという。そう。はいね、で、なんで違うのかって、足回りとか全部一緒なんですけど、これ、ちょっと、小声で言うと、メーカーによって測る場所の基準が違うんですよ。 で、それの申告数字違いっていうのがあって、別にそう虚偽報告とかうんそういう話じゃないですからね。あの、最低値上高を測るベース地点っていうのを、もっと言うと、カナードのようなスリータを、要は最低値上高に入れるか入れないかっていうのが、じゃあ、じゃあ、どこからをスリータとするのすっていいものだとするのっていう、そういう認識とかの違いで、それはメーカーの考え方で、だから最低値上高の測り方の違いから、スバルの方が若干最低値上 あったんですよ。っていうのはね、一緒になったと。そう今一緒です。基準を合わせたということですね。それなんだっけな、何の車の時に発覚したんだっけな。発覚って変な意味じゃなくて、そのその僕が気づいたかって話。なんでこの車完全兄弟なのに高さ違うのっていう話からね。さ、あじゃあ後ろは完全一緒だ。一緒です。なのでエンブレムだけが違うって話ですね。はい。G R 八六。ええ。トヨタ。はい。B R Z。ええ。スバル。はい。 え、違う。はい。多いですね、エンブレムは。ね、多いね。結構多いです。やっぱ、フロントの顔も、八六の方がシンプルだけど、そうです後ろから見た時にも、やっぱこっちの方が、ちょっとコテコテですね。でもこう、左右対称に多分したかったんだと思いますよ、こうね。1個ないよりは。やっぱね、シンメトリカルなね。ええ。まあ、そういうバランスでね。そういうことにしましょう。なるほどね。はい。じゃあ、ちょっと、ライトは、はい。違うよね。ええ、いや、一緒です、一緒です。一緒一緒。本当？うん。フロント、フロント、フロント。あの、ちょちょっと、マークっていうか、じゃあ、ここが、 ライト、ほら、ここが違います、うん、これ私の愛車にもなくて、この s t i スポーツのみの、羨ましい装備。あ、なるほど。後期は後期でも s t i スポーツじゃないと、ここをつかないって話ね。ですです。この赤文字ね。はい。え、じゃあ、赤文字じゃなくては、ついてるノーマルでもついてます。そう、赤文字なかったらあります。だ赤文字になるのが s t i スポーツってことね。ということでございます。はい、そういうことですよね。はい。え、それに対して、こっちはね、ないですよね。8億とか GR とか。 え、と思うでしょうんうん。あ、どっかあるんだっけこれ。ここにね、うん、ないんですよ。あ、ないか,ないかないはい。すいません。騙、ね、しました。はい。いいさあ、じゃあライト行きましょう。はいはい、マリオさんお願いします。はい,はい、はい。ポジションお願いします。<A> さあ、オーナーだからやっぱ早いっすね。v r z ですけどね。はい。ヘッドライト。ハイビーム。ああ、バイビーム型。はい。フォグランプ。ない。ハザード。 ハザード、なんかもうちょっとオシャレでもいいな。この下側が光るとかね。うん。あ、サイドもちゃんとここ光ります。そして、ミラーは真っ黒。真っ黒クロスです。真っ黒クロスです、ね。スポーツカー真っ黒ですよ、やっぱり。はい。じゃあ、ブレーキお願いします。はい、ブレーキー。 はい、ブレーキは、はい、マウント、ハイマウントのところと、はい、外側が光ります。これでポジションになると、ブレーキ離して、ポジション。ポジションだと、はい、ここが凛とした形で、ちょっと映りづらいですけど、はい、光っております。はい、この状態でブレーキ。あ、内側が光る形だね。へじゃあ、これでハザード。 ああ、ハザード後ろかっこいいね、こういうライン状に。フロントもなんか、こういうライン状、嬉しかったけどな。で、はい、下側見ると、ハイフォーグランプ、今、点灯しております。これで、はい、バックライト。場所的にかっこいいですけど、よくよく見るとね、ちょっと若干この奥で豆電球感が漂うっていう、若干哀愁漂う感じでございます。さあ、じゃあマリオさん、BRZ 行きましょう。 じゃあ、マルさん、BRZ になりまーす。はい、ポジションお願いしまーす。はい。ま、あこのあたり光り方は一緒ですよね。ヘッドライト。はい、ハイビーム。はい、ハザード。お。 完全一緒でございます。デザインが若干違うだけで、そうだな。光り方、一緒一緒。一緒っすね、光り方。はい。ここも真っ黒。はい。一緒。ここ、真っ黒。一緒。はい。じゃあ、マリオさん、豆電球をちょっと確認するためにも、じゃあ、マリオさんにちゃんと、僕が今度やります。あ、本当にマリオさん、初めてのライトして。あ、やった、初めての。ちょっとょっと緊張する。はい。できるかしらはいはい。えっと、母、は。ちゃんと僕に指示出してくださいね。はいはいはい。はい。え、おっと。はい。初めてだ。やった、嬉しい。しかも、BRZ で。 はいはい。お、この両サイドが映って、視認性が素晴らしいですね。そしてこのハイマウントストップランプもしっかりと点灯しております。はい、ありがとうございます。えーと、では、ポジションをお願いします。えー、はい、これはね、この字、この字のように光っておりますね。ちょっとわかるかなはい、これでブレーキ踏むと、さらに際立って、あ、いいですね、いいですね。っていうか、自分の車こういう風に光るんだ。かっこいいじゃないですか。はい、えー、それではです、ハザード。はい、ハザード。おー、おー、 これなんか全然電球感なくて、LED 感があっていいですね。LED というか、LED か。お、いいじゃないですか。なんか、今時感が。今時の車感ありますよ。ありがとうございます。バックフォグ、リアフォグ。リアフォグ、暑い続いた。リアフォグね。はい。そしてバックランプ。バックランプね。これはちゃんと2つつくということで、片っぽ玉切れしてるよって言われないスバルの車ですね。はい。はい、ありがとうございました。電球感ないじゃないですか、電球感。あ、電球感、これか。あ、これね。あ、これか。 これ電球感ありますね、確かに。それ以外は電球感なくていいと思います。はい。あの。ね、電球感あったでしょ電球感。ありまえ、どう、どうですかオーナー的には、あのバックランプの電球感。うん。バックランプの電球感ちょっと残念でしたが。でも、感じのここね、ここかっこいいよね。このさ、ここに電球感なかったので、ちょっと安心しました。だから、お、かっこいい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 。なんで電球やねんっていうさ、ちょっとね、ちょっとここまでな、あの、足りなかったというか。 あの、手が回らなかったんでしょうね。まあでも、なかなか使わないからね。ね見えないからね。はい。じゃあ、エンジン行きましょう。はいはい、さあ、はい、今回もカバーさん、ありがとうございます。本当感謝しております。ありがとうございます。もう皆さんの貴重な時間、1分半から2分だけください。お願いします。あの、改めてカバーさんの魅力。あ 九州、始まりましたよ。九州、九州と、九州地域の方、本当お待たせしました。<ー>もう、カバさんの広報のようになってますけれども、<laughs> 九州地域、お待たせいたしました。はい、要望がとても多かったんですけど、やっと、<ー>あの、人がね、 ちゃんと充実してきて、まあなので関東関西圏も充実してきて、北海道もエリアというかちょっと特殊なケースではありますけど、あの来ていただかないといけないんですけども、撮影場所設けて展開もでき、で,で、九州は通常サービスとして、はい、開始。開始そう。 で、九州地域の方だけではないんですけれども、改めてカバーの魅力としては、まあ、売り手と買い手をもう直接繋いじゃおうという、これマッチングサイトだと思ってください。マッチングサイトですので、要はサイト、要は実際の店舗がないんですよ。 実際のスタッフもいないんですよ。で、そのおかげで経費をぐっと抑えることができるので、で、その分でもって売り手と買い手にその分の折半できるみたいな形ですね。なので、他の中古車売買と比べるとっていう意味ですけども、売るときにどこよりも高く売れる。で、買うときにもどこよりも安い金額で買うことができるっていう。なぜならば何度も言いますけど、お店もスタッフもいないから。 スタッフがいないと言っても、カババのもちろんスタッフはいます。その方の役目としては、お店でいらっしゃいませとかそういうのは全くなしです。ただ単に出品したいんです、出店したいんですっていう車を売りたいんですって言ったら、その要望に合わせてその方が見に行って、車をこまごまと見て、 で、査定をした上で、こういう車ですっていう紹介をカババサイトで行うっていうのが、まあ仕事になります。まあ簡単な話、買いたいっていう人が見に行く時間とかはないので、その代わりに見に行ってくれる車を隅々と見てくれるっていう、まあそういった形ですかね。今でもインターネットで車って、あの、まあ売買されてたりはしましたけど、その時に、いや、ちゃんと入金されんのかな、ちゃんとした車なのかな、大丈夫かな、壊れたらどうしようみたいな、そういう不安を全部腐食するためにっていう 様々なサービスをどんどん充実させて成長してきたのがカバーさんです今もう累積1万台以上うもうそういう出店をしてますので、はい、まあ今後もどんどん増えていくという形で九州地域の方ぜひとも注目してみてくださいマジどこよりも高く売れるし安く買えますもう高値にチャレンジした方がいいです出品するのただですのでこれは本当活用しない理由はないと思います、はい、まあなのでうちも応援しております、はい、よろしくお願いいたししますよろしくお願いします さあ、じゃあエンジン戻りましょう。はい、うん。まあ、と同時に、試乗の時にお伝えしますけど、うん、今、うち、ほんとカババで今探してる車あって、うん。うん。多分ね、近々買います。おはい。楽しみださあ、はい、来ましたよ。うん、マリオさん、ご説明ください。ははこれは何気筒ですかこれは、1、2、3、4気筒です。正解。えー、エンジンの形は FA24 でございます。あ、そっちで来ましたか水平対向4気筒って求めたら、今、細かく。あ、失礼しました。いや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 、正確でございます。ありがとうございます。水平対向4気筒。何リッターですかえ二2.4リッターでございます。なるほど。ターボですか ?NA でございます。スーチャーですか ?NA でございます。もう NA ですか自然吸気でございます。もうそれしかないですかでございます。火球きつかないですかね火球機は、あの、あらモータースポーツとか行けばつきます。あ、なるほど。え、本当え、つきますよ。え、本当うん。 そうスーチャーやってます。それ、スーチャーとか、どこも切ったりもしないでつくのうん、切ることはないかな。まあ、もちろん、このね、この辺のパーツはごっそり変わりますけど。へやちょっと興味出てきた。あの、ありますよ。なるほどね。はい。でも変わるんですぐ試乗できますよ。え、マジえ、ちょっと本気で、ちょっと行こうかな。うん。はい。馬力はいくつですか馬力はね、235馬力でございます。世界。何千回転で発生ですかはい、7千回転でございます。レベルリミット何回転ですかレリミットはね、 ぐらいだったかな最大トルクいくつですか最大トルクは250ニュートンメーターでございます。回転数はえ、3500回転でございます。え、3700でございます。ああ、失礼しました。あれはい、ごめん。ありがとうございます。すいません。間違えた。で、マニュアルとオートマトランスミッション、両方ともあります。ございます。この車両はマニュアルでございます。ございます。で、やっぱね、搭載位置がいい。おはい。でんてけでんてんてけでんてけでんてん。 ほら、1機と前かなっていうぐらいに積んであるんですよ。なので、ま、これ50対50ですよね、前後重量バランス。ええ、いや、ちょっとフロント重たいです。何パーセントぐらい何かなじゃあ53%だっけまあまあ重たいです、フロントが、実は。えそんなにっていうか。五うん。まあまあ。だって、車重がね、前が800いくつあって。じゃあ、マリオさん、はい、持っててください。じゃあ僕、ちょっと見ていきます。ドキドキ。お。どうでしょう まあまあままああ重たいんですよフロント実はいつからいやいつからっていや多分初代もまあ同じような配分ですよフロント7 1 0キロリア5 7 0キロはいはいなるほどねえじゃあさ86がさもしはいいやそれ違ってたら僕めっちゃショックっていうか仰天ですねこれ違ってたら ああ一緒ですよねよかったドキドキした一緒でございますダンベル持ってきたことご安心くださいということでやっぱフロントがやっぱヘビーなんですねそうなんです僕前後重量バランス5050ぐらいで整ってんのかと思ってましたいやいややはりねフロントがちょっと重みでフロントの荷重を生かしたセッティングでございますなるほど だから人が乗ったら、まあ今よりももちろんリア荷重の方が増えていくんですけれども、まあとは言ってもフロントの方が荷重が、まあでも結果的に、あのなんかアクセル踏んだ時にリアがどしっとちゃんと荷重がかかって、レスポンスよくね、まあそれはあの奥の赤い車の方がシャキッとしてたんですけど、まあそれはいいとして、それは来週あたりに、は。い まあでも気持ちよく走れますので。でございます。では、細かい使い勝手もちょっと行きましょう。使い勝手、はい。え、これ86も見る一応ちょっとボンネット開けてみますかだってもしかしたらさ、バッテリーがさ、なんかすげえちっちゃいとこあるかもしれない。スバルは寒いところに合わせて大きいの積んでます。バッテリー、はい。一緒でございます。ソフト面以外は全く同じはずでございます。違い発見できますかいや。 いや、違いね。ほんとないとます、見た目は。ないよね。ほんそのソフトのこれ GR86 だからトヨタが上に来てるってことはないよね。ええ、あの、ええ、あの、セ r z でもトヨタが上に来てます。え、そうなのおこれ、なんか、あんのかないやー、さすがに、そんなヨタが、下。そんな、上下の、なんかそういうね、関係性を表しているものではおそらくないとおそらくない。DS4 が、あの、トヨタですから、ボクサーが座るじゃないですか。ああ、確かにかね。 そう、今。じゃあ、スバル、ボクサ、DS4、トヨタの順番で上から来てるってことはないのかなまあ、そういうことはいいとして。はい。はい。じゃあ、使い勝手いきましょう。い、行きましょう。はい。さあ、マリオさん。えまあ、トランク内も完全一緒なんですけど、なぜか BRZ 来てるので、はい、86いきまーす。せっかくだから、まリいい、一緒ですからね。そう、エンジンはずっと BRZ でやったのでね。はい、トランクは、はい。GR86 でいきましょう。はい。はい。 今日テンションが面白いね寒いもんね今日ねいさあこれ床下収納は床下収納はですね床にハイブリッドのバッテリーがございませんので普通にありますあなんだこれ何これ音対策だあ音対策えっホうん音対策ホン見直すことないっすよ え、これ、もしかしたら、広報としてやってんのかなえ、いや、こんなん初めて見た。これさ、前ありました、こんなん。これいいよね。いや、ガタ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 。だって、この三角板。じゃあ、はい。マリオさん、この奥はこんな形です。あの、結構物としては、意外と洗車道具ぐらいはちょっとしたものは置けたりがしそうですね。パンク修理剤です。はい。え、じゃあ、マリオさん、三角板 BRZ、どういう風にしまってるのでしょうかそう。ここはなんもないような気がしますよ。さあ。

ちょっと使ったことがあるんですがんかこうんか吹いたりもできるということですねなるほどまあだからちょっと音が出るのでもし買われた方はあれクッションはついてこないはずなのでだから自分で何か工夫しないとちょっと後ろガタガタ音がするかもしれないですねちょっと私やってみようはいマリアさんだから何もしてないってことでしょガタガタしますねそういえばでこれ奥行きがはいどのぐらいあるかというとあはでは例によって例によってはい あ、もうすぐです。あ,あ、短い。はい、はい。胸ぐらい。これ、BRZ どのぐらいかね。えー、だいぶ長いと思いますよ。<laughs> いや、もうこれ絶対一緒なんで、はい、や、はい、りません。はい。ある程度ね、これね、僕も86、先台持ってたので、だから十分すぎるほどあるんですよ。はい、で、前は、このね、リアバルクのところで、スポット溶接ハズれあったんですけど、 今ここだいぶ補強してます補強されてますんでめっちゃ強いですここはそう前はねスポット外れは結構ねスポット外れ本当スポット外れマリオさん経験ありますか僕ねスポット外れ売った経験はありますけどね嘘あれね外れるんですよシャーシめちゃくちゃ負担かけて走るとそんなに負担かけたんだすっげ落とせるんですよパケーンスポット外れってよっぽどですねうんそうなんですよさあここの下とかどうなってるのそこ何何やってんだ ああ、なるほどね。この工具こういう風に開く。さあ、マリアさん。GR86、スペアタイヤとか含めて、1セット分タイヤ詰めれるじゃないですか。あの、そうですね。4本がね、入りますね。はい。そのためには、リアシートを倒さないといけない。さあ、リアシート、どう倒すかピピピピ。ないな。ないですね。はい。よっしゃ。あ、そうか。これ、あれ <laughs> これ両方、あ両方これで、これ、これ、これでいいのかな、もう一回やればいいのかな。え、どうだっけこれね、ええ、シートを、三四分割とか、五五分割しないから、ええ。<laughs> これマジめんどくさいのよ。めんどくさいのよ。両方からやんないと。やっぱそうっすよそう。僕はやり方ないっすよね、これ。ない。だからもう本当であれば、体、あの、すっげえあなんかやり方あんのかなそれは特にオーダーなのに知らん、知らんのはちょっと箸だと思って。ないんすよ、これ。でも十分広いです、これで。はい。結構ね、詰めますよ、これ。ほんとに。おああ、結構入った入った。あ、入った入った。おぉ。 ほぼほぼ収納できましたねゴミさんがこれ広いよね結構ね車中泊する人いますからねこれ無理やそういますいいますそう十分すぎるぐらい広いんですよね意外といなくなっちゃったはいそうなんですまあこれは当ね便利ですじゃあ鉱石いきましょうかはいはいじゃあマリアさんどうぞ運転席からはい後ろさあさあ えー、頭上どうですか頭上ね、うん、まあ身長165センチの私どもは、まあ、突っかえます。なんでこれね、やっぱり大人2人はしんどいです。1人だったら、こう、ちょ、ちょっとこうすればいいんですよ。1>, 1人だったら、うん、ああ、ずらしてあげてね。二2人、人これすると、よっぽどもうね、愛し合う2人じゃないと無理なんで。だから、やっぱり165センチでも天井は引っかかるって話ですね。うん、引っかかります、ええ。なんで、実質だから3人というか、うん、現実的なのは3人乗りです。 はい。はい、いや、実質的には二人乗りだと思いますけど。二人乗りあの、二人乗りね。うん、そうですね。 で、まあ、乗れるとしても3人っていう、そういう感じですかね。ではい。こう、しないとダメ。でも、お尻はさ、すごい沈み込んでるよね。お尻は沈みですね、これ。ちょっと一歩引いたところで映すと、このお尻の沈み具合は、もうそこにしかはまらんよっていうぐらい。だから、やっぱヘッドクリアランスがもともとないので、もうお尻をこういうふうに沈み込めるしか、でも逆にそれが、もも裏サポートにもしっかりとなってて、意外とね、お尻の腰あたりの落ち着きはめっちゃいいんですけど、頭上がもう少しあるとね。そうですね。 こうすすれば大丈夫でよちなみにこの状態でシートを起こしますこれギリギリですか足うんまあまあギリギリですねまあまあギリギリ1 8 0ンチとかの人は多分もう辛いと思うで今僕が運転席はいあっこれね狭い狭い狭いですよ狭い私はまあ嫌いではないですが一般的にはこれ無理ですちょっと待ってこれちょっと僕のポジション取っていいはいいお願します あ、これだったら運転できる。あ、にする。そうですか。え、ど一般的には相当 NG というか、もうギリギリというか、無理というか、だいぶ当たってます。これで、もう当たってるね、当たってるよ。マッサージ、マッサージです、だみたいな。だめだね、当たってるね。はい。っていう、はい。はい。小柄な人向けです。はい。広さ感でございます。小柄な人がこう、オフセットする。それでやっと座れる感じです。はい。そういう感じです。はい。 ちょっと、ちょっと待って。ちょっと、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。もう一回も。こっちでやんないといけないですよ。そうですね。あれ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 いか動かなかった前いか、前いかないんだよ。前いかない。これ座った時はいいけど、かのか。だから、お尻がすっごい深くいってるから、体を起こすの大変だね。ですです。僕は指一本でこれでポンって押すと、ああ体幹、体幹取るにはいいかな。例によって。はい。まあ。 まあこんなもんですよ、FR のリアシートなんで。<laughs> まあそうですよ。F、まあ FR のリアシートでそんな居住性とか求める人は、そもそももうちょっと後半な心持とうぜみたいなね。ですですまあ、あるかないかで荷物置きだ、<う>あれはいいという。で、これ。 いいのがね、これ僕も前オーナーだったので分かるんですけど、はい、シート倒した時に、シート倒すと、ここの下が意外とセキュリティボックスになるよね。ああ、確かにこう沈み込んでる。分ね。沈み込んでるところに、ここに例えば、うん、まあお財布とか置かないかもしれないですけど、うん、何か大事なものとか見えたくないものとか、ここにポンって置いて、リアシートを倒して荷物とか積んでたら、もうここのものは、ほぼ見えないし、取れないみたいな、そんな感じ。うんね、だからそれはね、すごい安心感あった。ほほはい。はい じゃあ、はい、運転席周り行きましょう。はい、はいはい、内装、<え>こんな形でーす。はいはい。マリオさん内装どっち好き内装はね、うわこれ難しいな。ただこのね、リアルセットじゃないよ。86のこの赤いの。うん。あの、ボディも赤いと、これはなんか、 なんていうか一体感と言いますかこれさなんか毛並み揃えてあげたいよねあのー、<ら>ウルトラスウェードねで,でやっぱさこれさおしゃれだよね、はい、ボディ色が赤でキャリパーも赤で<っ>でこの辺りのパーツは黒で、はい、で艶消しの黒のホイールでしょ、はい、赤黒赤黒で,でそのまんまドアを開けてでその時にもう赤と黒しか 見えない形での、で、この黒もちょっとつや消し系に一瞬見えるような、このウルトラスウェードでしょ。おしゃれじゃないおしゃれですね。86のがちょっとおしゃれかも、そう思えば。じゃあ、どうぞ、お座りください。ではでは。さあ、じゃあ、右足を上げて、ンこれはまあね、マニュアルなので、どこにあろうが、まあ、どこにあろうがってまあ、常識の範囲内であれば、 マニュアルだね。だ逆にね、ちょっとこれね、うん、ヒーラーの2をするときに、あの、サーキット走行みたいに、ガンと踏んでバーンみたいなときはいいんですけど、なんか街乗りでちょこっとやりたいときとか。それね、っもう、スバル全車ですよ。あれ本当に スバルもみんな全車、サーキットとか、でも BMW とかも基本みんなそう。そうだ,ね、だからサーキット走った時にちょうどブレーキの踏み込み量としてぴったりになってヒールアントゥーしやすいようにみんなスポーツ系ってみんな合わせるんですよ。はい、だから一般道を走ってる時のブレーキほんのちょっとしか踏まないじゃないですか。そうするとブレーキの方がすごい手前になっちゃってヒールアントゥーみんなやりにくいんですよ。はいはい、だからどっちに合わせるかで、かかだから結構本気印の車はみんなヒールアントゥー街中はやりにくいです。あ、そういうもんなんですか。そ<う> だからブレーキを踏んだところでしやすいようにちゃんと仕立ててあるこれからそういうをありがとうございますそう知らんかったそうそれはねもうみんな M モデルとかも昔そうだしマニュアルの時はもそうなんだそうちょっっと安心したたかんですしかしウルトラスウードマジいいねこういうさ上側とかもさそうだし最近このね内装頑張ってるんですよスバルは。うん。は。 ちょっと助手席いきますさあ失礼いたしますこれさ僕助手席とかで初めて例えばこの車で迎え来られてこの赤内装いやおしゃれって思うまあタイプ R とかもそうだけどなんかさここ内装のさこの足元とかが別の色黒じゃないってなんかおしゃれじゃない確かに女の子喜びますかねこれ うん、聞いたことないけど、うん、喜んでもらう。うんうん。もらううん、もらう。すごい。泣かせてみせようみたいなかっこいいっすよ、ね。<laughs> で、これ、だからエディション、限定記念のモデルになると、ここ黒になるんですよ。<ー>だから SI はもうここ黒じゃないですか。うんうん、トヨタさんの場合には、限定モデルだけはこう黒で、他これ RZ とかは通常モデルは全部これシルバーなので。うん、なるほど。 だからそれで考えると、限定色にしか黒が与えられなかったトヨタに対して、カタログモデルで黒が与えられてる s t i スポーツを有しているスバルの方がさ、うんうん、ちょっとなんかね、てまあそれはなんかこう、なんちいうか、自分たちが作ってる <laughs>、なんかちょっとその、アドバンテージみたいな。かもしれませんね。ねで、はい、ちょっとマニュアルの音聞かせてください。おマニュアルの音ね。はい、操作の音ね。だって気持ちいいじゃん、これも。そうですね。 なんかいつもガチャガチャを触るのに、マミナさん今日丁寧だね。ええ、丁寧。<laughs> ちょっと、ど、どうしたのだ大丈夫いつもみたいにシャコシャコやんないシャコシャコ。ええはい、じゃあ、ええ、もう電光石火。123456って入って。はい、お一二三四4 5まあでも、そうするとちょっとストローク量多いですよね、やっぱりね。うん<ー>。例えばロードスターなんかに比べたらだいぶ動く量は多いです、ね。今言葉と動きが全然マッチしなかったね。<え>だんだん動きが遅くなって。ええ、じゃあ、いきますよ、もう一回。はい。はい 自分で言いながら、どうぞ。うん、はい。1,2,3,4,5,6, 入る。はい、<laughs> まあ普通って普通ですけど、まあもうちょっとかショートにする、あの、えー、オプションもありますけどね。え、はい、ショートオプションあるんですかありますかこ<れ>うん、STA からやってますね。 <laughs> さあ、こちら、ドラレコ、これ好きじゃないです。ああ、これね。だからさ、アイサイドのカメラともさ、ドラレコが本当連動するようになってほしい。スバルのね、イイね次なるやり方としてねイイ、うん、それは期待したいところですよ。はい、えー、これ、ショートシフトあるんだ。あります、STI から出てるんで、まあ、GR86 でもつ,つ,つけれますね。なるほど。はい <laughs> それはいいよね。ちょっと違ショートシフト。はい。だから僕は WRX ファイナルレーションはショートシフト入れたんで。あそ,うそうか、そうか。やっぱね、気持ちいいはい。じゃあ、マリオあはいはい。いいえー、まあ、ね、FR のスポーツカーとはいえ、いわゆるスバルのゼロチアンズ。これ GR86 にも,ももちろん同じように、えー、反映をされておりましてね、この三角窓的なものがありますし、えー、ドアミラーも邪魔にならない。そして前方視界このね、フロントのフェンダーとボンネットの膨らみもなんとなくわかるということで、この、えー、女子的側のピラーの細さ。 三角窓。まあいい感じかなと思います。はい。そこ三角窓いいいやほんといいですよね、うんで。まあ、まあリアの視界もね、まあクーペのモデルとしてはまあまあ、可もなく不可もなくということで、まあ問題がないのかなということでございます。はい、ありがとうございます。はい ほぼ同じ内装なんですけれども、はい。じゃあ、BRZ、最後、ちょっと行きましょうか。行きましょう。お願いします。移動します。さあ、BRZ。ああ、BRZ も、毛並みまず揃えましょう、これ。ね。撮影する前にやっとこう。さあ、え、マーラさん、どっちの内装好きはい。好き嫌いで言うとね、難しいですけどね。まあ、基本同じなんで、でもやっぱりね、さっきおっしゃったように、ちょっと開けた時の赤い、 明るさ感が違うよね。うん、床,ね床の赤さ、赤さというか、床の色良かったですね。うん、いやこの、このスタイル、ちょっと今、はい、はい、視聴者さん、皆さん見ててください。ほら、これはもっと赤いのいいっすね。ね、違うよね。ちょっとこれ羨らましい、ね、はい。うん。さあ、戻ります。はい,はい。はい、じゃあどうぞ、戻りください。のこれとかちしっかりとメッキだったりりだたすするんですね,これねあれここ j r 8 6が ああ、なるほど。ちょっとこう、プラスチックのね。だから、どちらかというとさ、あの、や消し黒のホイール使ってるあたりからも、なんかこういう黒の、ちょっとスポーティー系そうですね。いうコンセプトかな ?BRZ は、なんかちょっとラグジュアリーというか、だからやっぱこのつや消しホイールじゃなくて、やありホイールを使ってるあたりからも、結果としてや系求めて、ここにクロームとか、なんかそういう、ちょっと統一感はありますね。それぞれ違いね。はは。じゃあ、どうぞ。はいはい。 ほっと。安心しましたかはい。ただいま。はい。じゃあ僕、助手席いきます。はい、お願いします。さあ、お邪魔します。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんかいる誰かいるあ、お、お、マーラさん、どうも、こんにちは。どうも、どうも。どうしたんですか、これは。これから私、静止画でいいということで、嘘そう。あ、本当ですか私ですけどもね、実は、このね、86と BR セット、まあ、それ以外のスバルもなんですけど、内装のですね、オーダーメイドできるんですよ、オーダーメイド。 これの私の愛車なんですけども<う>ダブラルブルーの内装にしてるんですよ<う>ドアの内張りとか<う>この内装のパネルとかね<う>これブルーにしてるんですね<ー>これあのスバルの、まあ、内装を作ってるサプライヤーメーカーで、はい、シゲル工業と、はい、群馬県の大田市にあるわけですが、はい、そこがですねこのサービスを始めまして、はいえー、要はじゃあ,あの内張りねブルーにしたい赤にしたい黄色にしたいあるいはこの,あのちょっと私の手で消えてますがこれスーパー GT のチャンピオンのロゴを入れてるんですよ なんで、例えば、いいから、比較大好きとか、入れな自由自在に入れられるわけですね。ゴミさんももし、ご自分で、やるとしたら、ゴミさんがこう思い描いたね、色とか、えー、このステッチの柄とか、あるいはそのロゴとか、もう、思いのままに、本当に内装のオーダーメイドができるという、あの、ね、超高級の輸入車ぐらいでしかできないようなことが、実はできてしまう。大田市ですか大田市です。大田市です。 えー。で、ね、私の車、先んつながら、これの001番ということで、1> <う>第1号の試作なんですけど、ど今もう10台ぐらい世に出てるんですよ、実は。突然広告というか、宣伝をぶち込んできたんですね。えーえー、これだからね、あのー、まあ、86ビロセット以外でもあるんですけど、はい、86ビロセットのオーナー特にね、 ちょっとおすすめで。ね僕みたいに、がっつりやってね、めっちゃがっつりすべてやって、5、60万くらい。なるほど例えばここまでいかなくても、ドアの内張りだけとか、あるいはこのパネルだけとか、あの、そういうメニューもあるんで。だからこういったところに刺繍が入れるってことね。ですですですなるほどね。で、色も細かくこういったパネル周りも変えることもできますよっていうところですね。ですです。はい。それがね、できるのですごいおすすめでございます。ありがとうございます。はい。ということで、はい、ありがとうございました。はい。 ということで、はい、まあ今回はですね、はい、E いから比較として、はい、まあ中身あとはね、まあ、この辺りステッチとかは入ったりしてるんですけども、はい、全体的にやっぱ黒だから BRZ はちょっと落ち着き感のある、はい、まあ内装の仕立てになっております、はい、で先ほど言ってた通りこの辺り黒黒黒ほんと黒統一 <laughs> 黒です、ね、だからこれで言ったらさ、はい、クロームがここ使われてるんだから、うん それでいうと86の方がここ黒で来てるんだからここ黒で86の方がそっちの方がよくないとかねちょっと思うところででも黒の方がやっぱ締まるねそうですね、うんまあ、BRZ だとこの STI スポーツだけがここ黒になっているっていう状態で他のグレードは BRZ でもあのシルバーですもんね86と一緒ですもんねっていう仕立てになっておりますはい 走りはですね、うん、まあ基本的に一緒と思いきやちょっと違うので、うん、まあその辺り細かくは来週、マリオさんどっち気に入りましたか、走り。もちろん、んもちろん BRZ です、はい。なので、<Z> まあ来週見てください、マリオさん、相当困ってますので。はい ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい、来週、市場、はい、編でお会いしましょう、はい。よろしくお願いします。まあ、明日も普通の動画は出しますので、いいから動画として、なので、そちらを見ていただければ幸いです。はい、ではでは、失礼いたします。いいから、いた。ありがとうございました。あ,したありがとうございました。 マヨさん、ちょっとイレギュラーなんですけど、ちょっと僕一つ言いたいことがあるんですよ。これ提案的なんですけど、え、ちょっとカメラいいですかはいはい。これね運転席ってさ、後ろ乗るときにさ、これ引いてもさ、シートレールが動かないのよ。ああ、はいはい。これ絶対僕動いた方がいいと思うんだけど。いや、僕もそう思ってますけど。あの、助手席は、はい、助手席。はいはい。 助手席はこれをガチャンとやるとそのままシート前は行く、うんはい、はい,はいはい。だから後ろを荷物取り出したりとかいろんなことがしやすいんだけどこれ絶対的なないと困りますそう、はい、でも 運転席側は、ないんですよ。ないっすね。そういうのら、シートポジションがずれちゃうのが嫌だとか、うん、そういうのもあるのかもしれないですけど、うん、シートポジションぐらい一回か回ずら、ずれたとしても戻せばいいじゃん、ええ。まあ別に自分のポジションだからね、もうすぐ戻りますよね。うん、だって、荷物がさ、出しづらいじゃん僕意外,意外とこれね、いつも不便に思うの。うん、そっか。気づかなかた皆さんどう、どう思いますかあんま、あんま気にしねえよっていうのかもしれないですけど、僕毎回操作するためびにいつもなんで動かないねんって思うの。 でも確かに、でもそれが、多分この車以外も結構そうですね、全体的に。もう基本的にそう、だから助手席側から鉱石は乗るっていう前提で作るから、助手席側はスライドするんだけど、前後スライドがね、でも運転席側が前後スライドする車は基本ないと思う。ということは夜中的にはこの状態の方をよしとする人が多いということかなそう、輸入車がどうなってるかは覚えてない。まあ、あと電動だとね、まあもちろん違うわけですけど。 皆さんの意見聞きたいですねあ,ありがとうございます、はい、私もこれ動いてほしい派です圧倒的に動いてほしいですはい、2票ですはいでは皆さんよろしくお願いしますありがとうございますはい。